はい、こんにちは、長澤です。今回はですね、この本を紹介しておきたい。ミニ四駆をやっている方なら皆さんご存知かもしれません。こちら、ダーン、コロコロコミック11月号増刊、コロコロ兄貴第1号、小学生お断り、コロコロ卒業生に送る大の大人のコロコロコミックっていうことね。こちらもう結構ね、話題になっていたようですね。僕は発売直前に知ったんですけどね。これパッと見コロコロコミックじゃんって思ったらね、中身全然大人向けのね、話もあります。漫画自体はね、結構ね、絵はね大人向けじゃない、そんなに大人向けじゃないけど、話が結構大人向けなものが多いですね。で、今回まあミニ四駆動画ということでね、これミニ四駆、もちろんね、コロコロコミックなんでミニ四駆ね、書いてますけども、レッツエンドゴーですね。レッツエンドゴー、復活しております。その名も、爆走兄弟、レッツエンドゴー、リターンレーサーズ。あの、セーバーゴーもね、書いてきます。ということで、まあ、ゴー、これだけどね、ゴーじゃないなんかがね、このゴーじゃない、ゴーと、ゴー、大人のゴーとなんかがいますね。そいつが、セーバーゴーとね、一緒に走るぞっていうね。とってもちょっとね、感動的なスタートのお話になっております。で、まあそのお話の内容はね、ちょっと言えないけども、まあニューマシンが出るわけです。こちらですね。ご存知の方も多いと思います。Z ウィングマグナム、ニューマシン11月発売。ということで、11月になんか出るのは分かってたけども、この本読んでようやくこれだなっていうのね、僕知りました。知らなかったんですよね。で、そのミニ四駆に関連する付録がついております。このコロコロ兄貴。そいつがですね、ちょっとお見せしていいのかわかんないんで、ちょっとお見せできないんですけども、まずはね、Z ウィングマグナムの、ステッカー、ウィングマグナム超爆走メタリックステッカーとね、ステッカーがついております。これはボディに貼るステッカーですね。あとはね、ミニ四駆に関連するところでいくとですね、これ、あ、これ見せるしかねえな。はい、ダーン。こちらです。こちらがですね、ミニ四駆のチェックボックスみたいな感じになってるらしいです。ちょっとね、組み立ててみましょう。ミニ四駆超爆走ボックスってことですね。やっぱね、チェックボックスですね。硬えわ。はい。こんな感じですね。リターンレーサーズ。これまんま、チェックボックスのサイズじゃねえかな、確か。なんか説明ちょっとね、ちょっとちらっと読んだんだけどね。チェックボックスですね、これは。このミニ四駆の幅と長さですね。これに入らないとアウトと。こんな感じですね。ここに入れば大丈夫。幅ね、長さね。あとは、まあ、いろいろ細かい、レギュレーションありますけども、まずそのチェックボックス代わりになると。ただちょっと歪んでるんで、厳密には測れないかもしれない。でも大体の目安としてはね、これいいじゃん。あとこれしまっておくのもいいよね。むしろこう置いてるやつに、こう、ほこりとかかぶないようにこう乗せとくっていうのも、こっちもいいかもしれない。ぜーしってね。ということです。ミニ四駆超爆走ボックス、ついております。はい。ということですね。コロコロ兄貴、第1号の付属。まあ、ミニ四駆関連ではね、この2つっていうことですね。あと内容的にはですね、まあ、話はね、漫画いっぱい入ってます。こんな厚いんでね、500何十ページとかありますけども、まあ、大人向けの話もあって、まあ、なかなか面白いですね。昔のダッシュ四駆郎の感動秘話とかね、そういうのが入っております。これもね、面白いですね。シャーマンキングの作者の方の話ですけども、これも面白いです。あとね、もう一つ。特別何これっていうの書いてないんですけど、ミニ四駆動画をやっている吉本芸人の熊とブルーさん。熊とブルーさんの写真がですね、この中のどっかに入っています。僕もね、見つけた時びっくりしました。これ言っていいんかな、よくわかんないけども、どっかに載ってます。これなんだろうね、一般の人として出てんのかな、ちょっとよくわかんないけども、とにかくね、写真が載っております。探してみてください。はい。ということで、こちら、コロコロコミック11月号増刊、コロコロ兄貴ですね。これはね、月刊じゃないみたいですね。月刊で始まるのかなと思ったけど、そうではない。で、次回の発売、第2号は、2015年3月15日頃発売。ちょっとまだ確定してないみたいな感じの言い方なんですけども、その時期になればまた第2号が出ます。これ第1号買えなかった人もね、
第2号ぜひ、読んでみてください。これまだどっかお店とか行けばあるのかな、本屋さんにまだ置いてあるかもしれない。はい、ということでこちら僕たちの大好きだった爆走兄弟レッツエンドゴーの復活しましたコロコロ兄貴 Z ウィングマグナムの、ね、あの秘密も載ってますからね、よかったら読んでみてください。コロコロ兄貴の紹介でした。また見てねー。